はい、どうもー。どうもー。まあ、久しぶりのぶち上げ隊ということで、まあ、アジア大会の今回は振り返りをしていきたいと思います。エビプルです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい。タグです。お願いします。はい。ゲームです。お願いします。はい、ってことで、まあ、結果から最初に言うと、まあ、俺が、3位で、J が、まあ、無事というか、見事2位で、どんどんと。はい。で、アグが5位かな。5位なんのかな、まあ、4位タイ。4位かな。4位タイ。4位タイかな。ということで、まあまあまあ。まあ、全員上位は占めることはできたかなっていう。そうだね。しかも負けたらもう2人とも J っていう。打ち上げ隊の対戦がめっちゃあった。あ、まあ、エビは一緒か、俺とナスリ J に負けて。あ、確かにそうじゃん。俺もナスリ J に負けてに。だから突破した2人にしっかり負けてる。そうだね。ちゃんと負けたっていうところで、まあまあ最初の1日目から、まあ適当に振り返っていければいいなと思ってるので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、ってことで、まずまあ喋りだけでいくんですね。あ、喋りだけでいきます。エビさんの会話。はい、俺は喋りだけでいきます。で、まあ基本的に多分、まあ、J はこんないらしいけど、この後アグの振り返りっていうところでまた別で撮ると思いますので、そうですね、はい、ここはアグの方のチャンネルも見てもらえると嬉しいんですけど、まず自分はね、まず初日が、1日目が渡るかな、初戦が渡るっていう人で、まあ5で笑ってんだ。いや渡るは笑うだ。面白いやつだからさ。まあそうだね、一回交流あるからね。そう、交流あってめちゃくちゃ面白いやつで、まあそれは5対1かな、5対1で勝って、2試合目がユーミーかな、初日ね。そう、初日スイスドローンで、はい、スイスドローンで、あの、うん、1勝同士があったり2勝同士があったりみたいな。そうそう、正式なんですけど、ね、そうで2日あでユーミーに 3-0 かな、 3-0 で勝って、で3試合目がテラさんで、まあ、はいはい、テラさんの試合はちょっとめちゃくちゃミスっちゃって、はい、もうまあまあまあ後で話すんだけど、まあ、5-4-1 使ってたんだよね、初日は。初日はね、うん、そうで、テラさんが 4-3-3 で、うん、でなんか433に対しての攻略法が、俺の中であのサイドチェンジして攻撃的ウイングバックから2対1作るみたいな、相手のウイングバック、あの相手のサイドバックに対して、はい、なのに、あの、まあ、2人も、まあ、2人もっていうか大会出てた人は分かると思うんだけど、まあ、ちょっとやっぱ 重いじゃん大会って、どうしても、うん、重くなりますね。そう、そう、それでサイドチェンジが全部できなかったんですよ。サイドチェンジしてもテオに全部サーチいっちゃって、カディオグル、俺右サイドバックカディオグルだったんだけど、はいはい、上げてて、そうそうそう、上げてるカディオグルにサーチが合わず相手のテオに全部、まあそれはカディオグルとテオが競り合ったらね。そうそうそう、で練習だとカディオグルが普通に足元に受けて、そこから2対1みたいな余裕があったんだよね、だから距離、そう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 、手をカディオグルと、そうそうそう、それが全然できなくて全部テオに競り負けるっていう状況が起きて、ってなるともう出口ないじゃん、541と433ってもう戦場でつなぐぐらいしか、まあ、なくはないけど、ウイングバックその戦い方それでやってたなら急に変更して戦うのは難しいよね。そうそうそう、そうそうそう、で、まあ、前半 2-0 になっちゃって、やべどうしようってなって、で 4-1-2 にしたんですよ後半から、うん、はいはい、そうで 4-1-2 にして一気にもうプレスも強めて、もう前から取り行こうってなって逆転したんだよね、70分ぐらい3対2で、そう、何から2-0から3-2-2、そう70分ぐらいにしたんだけど、そこでね、ちなみに初日はワンマッチですね。そう、ワンマッチ、ごめんありがとう。でよしってなって、でどうしようってなって、そこで5バックに戻すか、いや迷うよなそれは、もう 4-1-2 で4点目を取りに行くと迷って、5-4-1に変えるか、そうどっちか迷って、結局 4-1-2 の方俺は選択して、的にね、相手も米変えてないならそう選択する。俺もすると思う。マジ。めちゃくちゃハマってたのよ。しかも4-1-2で、なんもさせてないみたいな相手、うん。これいけるなってなったんだけど、逆に3点目で追いつかれちゃって、で延長でもうボコボコにやられて7対3で負けかな、テラさんとの試合が。うん、で4試合目が、まあ、ジャックだったんだけど、はい、まあ、ジャックンとは結構ラダーでも相性良かったし、多分5試合とかして全部勝ってて、よしよしって、よしよしっていうか、まあ普通にラダー通りやればいけるかなっていう感じで。危ない考えだな。いや、まあ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 、まあ、それは本心とは思ってない、もちろん油断は、ね、油断はもちろんしないけど、まあ相性はいいから、
つも通りやりたいなってなったんだけど、まあやっぱりお互い大会本戦っていうところもあって結構緊張感ある試合をしてて、で60分ぐらいかなで リュディガーがね何もしてないのに退場したんですよ。見ました、そのシーン。マジで何もしてないのに退場して、タックルとかも何も押してなかったよね多分。あれ押してない、押してない、ジョッキーしてただけみたいな。でぶつかったらなんか退場し、しかも後ろに全然人いるのにそれ、あれなんだ、その判定なんだっていう。そう、しかもすぐフリーキックになったから全然俺気づけてなくて、リュディガーが退場したことに。しかもレッドの表示も出てなかったもん、あれ。そう、レッドの表示出てなくて、でなんか普通にやってたらなんか急に赤い紙出てきて、で俺なんか4-4ブロックになってて、5-4ブロックが、でなんか4バックの横をジノラに普通に縦行かれて、まあ、やられて、でその後もコーナー結構チャンスあったり、コーナーのチャンスと1対1ちょっと外しちゃったりとかで負けて、やべえ終わったと思って、で2勝2敗になっちゃったんだよね、初戦は。初日はやだ、あんだけ調子良かったエビがちょっと2勝2敗っていうのはみんなびっくりしてたからね。あ、そうなんだ。いやまあでもアップデ後結構影響でかかったなと思ったけどね。あ、本当？アストレイフの、うん、あー、そうだね、のそうアップデで5-4-1結構難しいんじゃないかなと思ったから、うん、それがちょっと出たのかなと思った、まあ、ハムちゃんの 5-4-1、まあ、ナスリもそうだけどハムちゃんのストレイフ頼みみたいなとこあったからね。まあそれはそうだね、うん、うん。であとはまあちょっと重い環境だったからさ、俺結構ディレクショナル練習しててだからずっと、ああ、 それも結構うまくいかなくて、重くて 5-4-1 のあのサイバーとウイングでずっとトリガーカモンとディレクショナルしながらサイド攻略するやつね。そうそうそう、で奥取りに行くのが、まあ、うまくできなくて、で5試合目がで高田さんかな、うん、でまあもう方面どうしようってなって、もう 5-3-2 でやりました、その試合は。一番怖いな、その5試合目高田さんって。そう高田さん不気味すぎてさ。そう、不気味だったマジで。で 5-3-2 にしたんよ、その時にハムシクとハンセンとビニを多分相場から10万ぐらい安く売って、うん、でもジノラ買って、もう俺の中で 5-3-2 でダイレフラスル強いっていうのを分かってたから、その練習してた時に、うん、でもそのダイレフラスルもうまくいかなくて、うん、やべえってなったんだけど、まあなんとか2点取って、で高田さんも諦めてたんかな、ちょっと分かんないけど全然プレスかけてこなかったのよ、70分ぐらいになっても。何対何？ 2-0 で70分ぐらいに 2-0 にして、でも全然褒めも変えてこないし、そのずっと 5-3-2、 向こうも 5-3-2 だったんよ。だから5-3-2にどうしてプレスかかんなくて、まあ、ちょっと鳥かごチックというか、もう一生ボール持ちながらもうそのまま終わらして、なんとか初日が突破したって感じかな。初日はその後のコソ連がね。そう、リーチに、そう、それで初日コソ連が始まると。でまあ多分みんなも分かってたと思うけど、これやばいなってなるじゃん、さすがに。あれ初日 5-4-1 これうまくいかないなってなるじゃん、うん、でだと喋った時にやばいなって言ってたもん。そうで、そっから、まあ、海外のラダーがあったからさ、俺と喋った時初手 5-3-2 どうやって攻めるのから入った気がするもん。お疲れーって言って喋った時に5-3-2ってどうやって攻めるのこいつってもんの。そう、それでそこから海外の選手の、まあ、俺らがラダー、同じ日にやっぱり海外の選手も同じラダー大会があって、ちょうど終わった後、深夜ぐらい、12時ぐらいかと思ったんだな。で、結構見てたら5-2-1-2が多くて、で、ね、スティングレーと、あとはコーンかな、コーンが5-2-1-2やってて、やってる人だと。そう、で、ずっとコーンと、スティングレーの守備を見て、5-2-1-2って絶対守備ができないと思ってたから、俺、ずっと。5-2 ブロックやけん。そうサイド側がね、ウィングバック一人で対応しなきゃいけない、うん、そうだからどうやって守備してんだろうってなって、めちゃくちゃ研究を多分朝の4時ぐらいまでやってたかな、ずっと。よくその朝の4時までやるっていう決断できたよな、ね、いやもう決断はした、それで。で、なんとか仕上げて、で2日目になりましたと。で 5-2-1-2 で選手もトップ下デブライネっていう、もうめちゃくちゃもう こいつだってなって、パサーのザッパサー、そうザパサーのブルーノとデブとかめっちゃ多いからね、海外も。あ、そうそう、ブルーノ置いてるもんね、 R9 バペブルーノみたいな、逆に
ってぐらいやっぱトップ下6つ持ってたりとかパサータイプ使ってる人多くて、でデブライネトップ下が2日目はめちゃくちゃハマって、でユーミーが初戦だったかな、で、まあちょっといろいろトラブルはまあちょっとあったんだけど、まあなんとか勝つことができて、2試合目が、まあ、J だったね。ああそうだね、そう2試合目ベスト8やってるのがすごい。そうベスト8で、まあ、結構まあ回戦が勝ってたっていうのもあったし、まあでもそれでもエビさんのなんか戦い方がもうがっつりやっぱ塩ついたあれだったから、そうだね、もうめちゃくちゃ変わってたからね、そう前日を踏まえてもう完膚なきまでにやられても無理だって、うん、もうないと思う、そう、本当にセカンドレグの前半最初で1点そうね、このゲームに悩ましたって言ってたこいつもう普通に諦めたもん、あもうこの大会ダメだ、もうこのゲームどうでもや、あ終わり終わりそう でも大会中ってね、うん、みんな多分見てる人は視聴者の人たちはいやそんな思うんやって感じだろうけど、マジでねやっぱこうみんな一生懸命頑張って取り組んでるからマジでそういう感じになるんですよね大会中、でも無理だこれ、うん、なこれそうだね、うん、一瞬嫌いになるような負けたりとかいやいやそうだ離れたくはなるよね、うん、なこれやめようみたいな、何してんだ俺みたいなそうで、まあ、J にもまあだから初戦のユーミ戦7点取って J にも7点取って、うん、いい感じだね、そうめちゃくちゃ点が取れてなかったのが結構問題だったから、初日は初日どんぐらいだったの平均得点、5点3点だから平均2点 2.4 かな、あまあ541そうなっちゃうわ、そうそう、で2日目それでその3試合目まではで J との次が、まあ、ラファエル・レオンさんっていう人で、で、はい、その人にも10対3で勝ったの、だからもうあこれいけるなってなって、あもう J と、ね、そう J との試合で結構確信得て7点7点、うん、10点だからこれは、まあ、セカンド、2日目がセカンドレグありの9分ハーフのセカンドレグありのルーザーズ周りで、うん、1回負けてもルーザーズでまた上がって突破できるっていうような状況で、うん、そうそう、でもうこれはいけたなぐらいのもう俺の攻撃は多分止めれんな誰もっていうぐらいの自信を持ってまあウィナーズファイナルまで行って、でナスリだったんだよね、でナスリとの試合は、まあ、正直勝てた試合だなっていうのは、まあ、見返すと思う、1対1外したし、うん、トリベラのチャンスも多分4本ぐらいあって、ね、そう見返しても多分俺5、6点は取れたなっていう決定力あったらってぐらいの試合だったんだけど、まあ、そこはね、ちゃんと配置がしっかり対策してそのダイエフラスルされるの研究してライン25とかでなんかやってた、そうライン25でやってた、うん、そうだからちゃんと研究されて決定機も外しちゃったっていうところで、まあ、タイチが、まあ、強かったなっていうところで2対1で負けて、でそこから最後は、まあ、J さんでしたね、ですね、そう、まあ、さっきも言ったけど、まあ、J が確かベスト、まあ、俺と戦う前カンテファザー韓国の人とやってて、うん、まあ、試合見てていやこれ J との再戦怖いし、カンテファザーさん結構ラインも高いし、対策、うん、俺多分絶対カンテファザーさん来てほしいなと思ってめっちゃカンテファザーさんを応援してるっていうそれはそ そう俺も絶対対策はするからね、さすがにそうそう絶対対策はしてくると思ってたから、うん、そうでまあでも J がさすがというかちゃんと勝ち切って、うん、でまあ決勝はねまあめちゃくちゃいい試合っていうかね、シーソーゲームだったよね結構、うん、どんな感じだったの決勝、そのプレイしてた時の気持ち的にはジェイとの試合の時、そう1年前まんまの状況になってるからね、ビはそうに負けてルーザーズで突破できたって感じだったから、あれ誰だったっけ最後去年は、あ去年はユーミーだね、あユーミーか、ユーミーで気持ち的にはそうだね、まあなんか 7-1 で勝ってたからうん、その前にまあ対策してこなければいけるとは思ってたけど、してきたら嫌だなっていうのと、めちゃくちゃクロスゲーしてたのは、まあ、見てて分かってたから、うん、これは警戒しないとなとは思ってたんだけど、まあ、結局、ね、失点に関してはデヨングのヘディングとか、うん、まあ、クロスで3、4点ぐらい。3、4点ぐらい。そうだよね。だからダメだった。結局、まあ、あれは俺が対策っていうか、走らせに対しての対策もっとしてれば、うん、多分失点はそんなしなかっただろうし、まあ、こっちは結構フラするとセットプレーっていう、まあ、武器で
点取ってたから、うん、まあ、あれ見てれば勝てたなって感じだけど、まあまあまあ結果としては J が勝って、まあ、おめでとうっていう感じで、もう最後のブルーノの1対1を見て、あ、これは J だなってなってみました。俺にあの冷静さがあれば今日パスキャンするね、そういけたなってぐらい今日パスキャンする、そう、あれはめっちゃうまかったなって感じ。あれはビューティフォーだったね、うん。どうだったの J は逆に、俺とこう、いや 2試合やって、1試合目と2試合、まあ2試合目はやる気なくなったって聞いたけど、うん、やっぱり一生だね。1試合目の最後の方にその深さ25に変えて、うん、まだこれならいけそうだなって思ったから、うんうん、もう最初から深さ25にして挑んで、うん、で結構エビさんも攻めづらそうにしてたから、うんうん、悪くないなっては思ってたし、まあ、あとだいたいそのモリエンテスに対してファンダイクが当ててくる人が、まあ、アグさんとかも当ててきてて、うん、でエビさんサリバでセルンダーって思ったのよ。いやそれはね、うん、正直変えなかった、変えようとは思ったんだけど、うん、でも形を変える方が嫌で、あ、俺って右サイドからテオにサイチェンしてからのスタートだからさ、ああだからロブタス持ってるそう大工の方を俺は使いたくて、ね、まあ、モリエンテスはなんとかしようみたいな感じだったね。そういうことか。そう、まあ、まあ一応なんか自分も対策としてモリエンテス左に置く方面と、それマジキモかった。いや、そうだから、でもアグさんにやったの、アグさん対策してきて変えてきたから、はいはいはい、はい、いやそうだよな。いや俺はね、去年あの太一と FCS やった時にあの、うん、ハーランドのいたちごっこ一生やってたから、うん、まあ、あれしょうもないと思って。そう、俺もだって大会中に、まあ、この後ね俺の回もやると思うけど、うん、またその時話すけど、うん、言ってたもん俺普通に配信で、いやこれいたちごっこになってさ、これ誰が見たいんこれっつって、みんなどう思う楽しいこれっつって、で多分これジェイも顔死にながらやってるでしょっつって、で案の定顔死にながら盛り上がってそうなん、それはなんかまあ思ったことだけど、あとやっぱエビさんなんか守備の戸惑いはやっぱあったね、なんかすごい感じた。それ1試合目もそうだけど、あんまプレスやっぱ強くなかったし、うん、誰で あの当たってとか、結構迷い。あ、本当？俺逆に守備は完成されてたもんね。マジで、うん、正直言うと。なんか全然迷いなかった。あ、そうなんだ。うん、なんかそこは今までのエビさんなんか守備と全然ちょっと違うなとは。あ、もう形はめっちゃ変えてたから、5-2-1-2で。もう普通にプレス行ったら守備できないっていうのは分かってたから。ああ、そういうことか。めっちゃキャムを下げることを意識してやってたから、プレスの圧よりも、はいはい、もう結構中盤、ツーボラで、動かしてないツーボラで勝手に取れみたいな感じの。ああ、なるほどね。そうそうそう。だからか。っていうのはまあ感じたかな。うん。うん、で、って感じかな。そう、だから俺としては多分、ラインを下げてくるのは分かってたんだけど、そもそもライン下げさせてる時点で、うん、俺の攻撃の仕方に、まあ、なんだろう、まず戦術を変えさせてる時点で、俺の方が有利だなっていう感じだから、まあね、そうですね。ライン下げることによって、縦横、あ、縦パス上げた後に2トップいるから横に出せるっていう選択肢もできるし。そうそうそう。だからもう、貫いたんだけど、まあまあまあ、一つ上手だったなっていう感じだったね、太一と J が、うん。って感じかな。まあ、そんな感じですね。総括してどうですか、その大会通しての感想は。そうだね、まあ結局まあ今までにないところだと、まあ、正直初日でフォーメーションを変えるっていう、あ、2日目でフォーメーションを変えるっていう選択肢は今まで1回もしたことがなかったし、まあ確かに、まあ、そのフォーメを変えることによって結果が出たことが毎回なくて、例えば大会の2日前とかに使って泥沼にハマっていく側だもんね、なんかメンツ変えたりとかして、そうそういうタイプだったんだけど、今回はまあちゃんと結果、まあ、結果は出てないんだけど、まあ、3位には一応なることができたし、ある程度まあ、大会に対しての向き合い方はすごいできたのかなっていうのは一つの成長だったかなっていうところは思ったし、まあ、今後もね別にここが最後なわけじゃないから、まあ来、まあ、FCS もそうだし来月のアジア大会もしっかり同じような、うん、リズムは、ね、続くから取り組み方をしながら、やっていければいいっていうのと、まあ本当太一と J の応援をしていければいいかなっていうのは思ってるかな。まあ、収穫はでかかったんじゃない？その大会で誘導的に変えられるっていうのは、マジでめっちゃ大事な要素だからね。
そうだね、そう、それだし、まあ、課題としてもライン下げた相手に対しての崩し方を覚えれば、まあアップでアップできちゃうからね。もう大型アップ。何にも意味ないんだけどね。これ出す時にもワンちゃん来てるかもしれないけど。そう、多分来てるかもしれないから、まあ、意味ないんだけど。まあでも取り組み方としてはすごい正解だったのかな。逆に課題は、俺見ててやっぱ思ったのはもうエビはもうちょいやっぱドリブルっていうかゴール前のないがしろさん創造性、まあその使用ついた台でフラするとかそういうのはうまいけどさ、うん、やっぱ純粋なFIFA的なそのプレー。あ、そうだから俺横横できないからね。横横というか、まあ、縦横もそうだし、縦横もそんなしない。それは確かにストレーフ一辺倒になりがちっていうかさ、うん、なんかその辺は、うん、なんかこう、え、ここでエラシコみたいな、ここでそのスキル出すみたいな、はい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 、今作新規スキル、L1 エラシコとかもいっぱいあるしさ、なんかそういうのを覚えたら、なんか、もっとあれだなっていうのは見てて思ったかな。あ、そう、だから本当にその通りで、課題はそこのゴール前でのクオリティ。もうその縦横だったり、まあ、スキルだったりそういったところがしっかり出たから今回は、うん、まあ、それを練習して、まあ、本当に今後やっていければいいかなっていうところで、もう DR とかも、まあ、昨日配信してたんだけどそれもめちゃくちゃ意識しながらやってたから、まあ、すげえ有意義な大会にはなったかなって感じかな、うん、そう今後もつながる大会、うんうん、で感じです僕の回は、はいはいはい、なのでまあ次ね、まあ、多分アグの回を取る予定なんだけど、まあ、アグの方でも上がると思うので、ぜひね、あの、アグのチャンネル登録もそうだし、もちろん J のチャンネル登録も、あとはまあロンドンに11月の1日から大会自体は、はい、にあるので、みんなも J のことを応援してくれると嬉しいです。ぶち上げ代表だからな、お前。だからマジで、代表として頼むよ、エアリアル絶対つけてよ。うん、エアリアル絶対つけるよ。エアリアル、マジでつけてね。エアリアル。英語でバモじゃなくて、カタカナのバモのまま行こうぜ。あとは、ぶち上げのハチマキ巻いてるかもしれない。あ、そうだね。ぶち上げせっか、ぶち上げせっか作ろう、マジで。そうだね。はい。はい。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。